どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さんもご存知でいてくださると思うんですけど、つい先日までベトナムに行っておったわけでございます。ベトナムに行っていた最大の目的は、まあ、Gラボのウクレレ工場が、まあ、ホーチミンにありますから、そこに行って、モジャ君といろいろこう、細かい点の、なんていうの、すり合わせというか、新しいウクレレの企画とか、アイデアとか、そういうのもたっぷりあったんで、もうしっかりじっくり話していきたいなというのと、工場をですね、動画撮影して皆さんにもね、どんな風に G ラボのウクレレ、最強最高のウクレレ作り出されてるかっていうのをシェアしたいなと思って、そんな思いとともにですね、行ってきたわけですけれども、そこでですね、このね、ベトナムに行ったよっていう動画のシリーズ、ちょっと概要欄にまとめてるページがありますんで、そこでちょっとベトナムのこと今一度、動画、面白く編集しましたんでね、見ていただければと思うんですけど、今日の動画はですね、そこで話し合われた5つの新しいウクレレとかそれにまつわる G ラボ工場、ガズレレ G ラボのウクレレのことについての、このことをですね、進んでいる、そこで発見した新しい、課題というかテーマというか今進んでいる、情報をベトナムから帰ってきてもう間もない状態の忘れないままホットな状態なまま今皆さんにシェアしていきたいなと思って、そういう動画にしていきたいと思います。あと4つのお知らせも交えながらやっていこうと思います。今日はこのねテーマを設けてやっていきます。いきますよ。まず10白、竹、旅、大。すごいでしょう。はい。この5つのコンテンツに沿って、今から動画公開していきたいと思います。まずこれね、順番に見ていきましょう。まずこの10なんですけど、これ。はい。この10はですね、ちょっとこれを見てください。これ。その、ご紹介した、Gラボ工場を紹介した動画の中で出てきた、このウクレレなんですけど、これめちゃくちゃかっこいいでしょ。これガズモデルなんですけど、ガズレレはですね、2023年の、5月でですね、ちょうどね、10年になるんです。つまり2013年の5月に、初めてのガズレレレッスンっていうのを開講したんですね。まあ、もちろんお友達で数人で始めたのがきっかけで、10周年なんですよ、今年で。で、それを記念してイベントとかやって、ちょっとこの後、イベントのご紹介もさせてもらうんですけど、ウクレレ10周年記念ガズモデルどうよ、いいじゃんっていうことで、開発中なんです。はい。これはガズが大好きなギブスのレスポールという、エレキギターのレモンドロップスというですね、こうチェリーサンバーストという色が長年かかって黄色く 色焼けしちゃったという独特の色をなんとか再現したいよねっていうところの色と、この色見てください。ちょっとね、通常のレギュラーのものよりだいぶこう黄色くてね、いいムードでしょ。はい。これを再現するっていうのと、あともう一個はですね、ピックガード、ピック使わないけどピックガード、作ろうよということで、この形のウクレレを開発したってことをその動画の中でお伝えさせてもらったんですけど、今ね、一個問題に なってるのは、このピックガードをどうやってつけるかです。はい。これ一個目の普通通常考えられる方法としては、もう強力なボンドでピチッと貼り付けるというアイデアがあります。今のところこのピックガードは、木で作られて、ウォルナットというクルミの木でね、かっこよく木材のピックガードがいいなと思ってるんですけど、そうしたらですね、YouTube のコメントにいただいてコメントがあるんです。これ、木目がせっかく綺麗なのに隠されちゃってどうかなって、どうせだったら取り外しできるようなアイデアないですかねっていうコメントをいただいたんですよ。確かにと思って今そこすごいやり取りしてるんですよ。まず1個目のアイデアとしては、ビスで取り付けて、自分で取り外したり、こう、付けたりできるようにならないかなということとか、あと磁石、磁力を使ってその、ピックガードを取り付けできないかとか、あとちょっといろんな種類のその貼り付け方を今考察しているところで、これはどういう答えになるかわかんないんですけど、まあ基本的な取り外しできたらいいなと思うんですけど、構造上どうしてもいろいろそのピックガードに薄いから木材が、ネジの穴を開けるとそこから割れたりして、ちょっとねそれも問題だなということで、今そこがですね、なかなかの裏テーマになっております。もう毎日ですね、このチームのですね、メッセンジャーグループがあって、そこでね、モジャ君とか、もう、まあ、Gラボ代表上田さんとか、金間さんとか入ってですね、こう、ケンケンガクガクのですね、アイデアとかどうしよう、試行錯誤進んでいるところです。これが今のね、最前線の、ご紹介になります。でもこれかっこいいでしょ？
これもうぜひ皆さんチェックしてください。はい、これがだから5月ぐらいまでには、皆さんにご案内できるようになればいいかというふうに思っております。で、僕がの調子に乗ってですね、このウクレレも今日の段階で予約とかで取るのはどうなんだろうかとか言ってたらですね、 G ラボ代表の上田さんが、いやそれは確かなものじゃないとちょっとやめましょうっつって、今日はそれやめましたということなんですけど、はい、まず1個目のお知らせとしては、この10周年記念モデルのピックガードをどうするか、今これが課題になっております。はい、これにまつわる、お知らせですけど、もちろん10周年記念イベント開催です。東京、名古屋、大阪で5月に、ね、開催して、ご案内させていただいたんですけど、見事皆さんありがとうございます。ソールドアウトになっております。そこで急遽、追加公演が決定したよというお知らせ、皆さん見ました？はい、5月の14日、夕方の部というのがただいま大好評で予約いただけますからね。東京吉祥寺の GB というライブハウス、昼間の時間は1時からやって、その後並びで夕方の部やります。ちょっとチケット買いそびれたとか結構ねいらっしゃったみたいで、もうね東京吉祥寺会場はこのね東京名古屋大阪の中でも一番最初にチケット売り切れちゃったんで、ぜひ皆さんまだ間に合いますからね、予約大受付中、概要欄に貼っとくんでぜひ見てみてください。はい、じゃあ次の今話題になっているベトナムから持ち帰ってきたホットなテーマ、次の話題は白です。はい、その動画の中で出てきたこの白ウクレレですね、このウクレレもね今進んでいるんですけど、これはね動画の中ではですねまだ下地の段階だったんですけど、白とかこれね、僕もね、現地の現場のもじゃくんとか、塗装の話とかいろいろしてた時に、その真っ白に綺麗に塗るっていうことが恐ろしくレベルが高いという話でございます。ブラックビューティーありますよね。G ラブのブラックビューティー。あ、今ちょっと持ってきます。はい、このいつもガズが使ってるこのブラックビューティーモデル。この塗装もですね、これものすごいクオリティなんですよ。この鏡のように映るでしょ、向こう側が。これをまた白でやるっていうことが、やっぱりすごく課題が多いらしくですね。実はものすごく試行錯誤を今、塗装のテストをしてるらしいです。これ僕のイメージでは、この、ブラックビューティーモデルの、この白いところが黒くなり、黒いところが白くなるみたいなイメージで、ちょっと考えているわけなんですけれども、これも10周年記念イベントモデルとして一応計画中なんですけど、もう今のそのホワイトビューティーという話題に、ラインナップの名前になるのか、ホワイトサイゴンとかね、かっこいいなとか思ったりして、ね、ホワイトサイゴンとかすごくかっこよくないですか。まあちょっとネーミングはちょっといろいろあるとしても、この白いですね塗装の美しさを極めるっていうのがかなり深いということで、これも、実行上でですね試作を今いろいろやってる。もうモジャ君はねもうほんと今回語り尽くしましたけど、本当にですね職人でしたね。不器用なんですけど、やっぱりそういうテーマを持つと目が輝いて、もうなんかすごかったですね、やっぱり。まあまあ、楽しみにしてます。ホワイトビューティー、あるいは、ホワイトサイゴン。かっこいい。ちょっと名前もちょっと気になりつつも、はい。そんなことでございます。次のね、お知らせは、ポップアップショップ、2月の25、26、つまり今週末なんですけど、お台場のデックス東京ビーチで、はい、これ、ポップアップショップ、G ラボのウクレレたち、皆さん、試奏しに来てください。ブラックビューティーモデルなんかもね、もうありますんでね、ぜひ皆さん、もし気に入ったらですね、ゲットできるものもあるし、B ラインという木目がちょっと悪いだけで、すごく安くなってるやつとか、ちょっと輸送中に傷がちょっとついちゃったとか、ちょっとね、小傷があるみたいな、そんな B 級品のものもね、かなり格安で展示販売もあるということなんで、皆さん、お台場に急いでください。概要欄にこっちも貼っときますよ、ということでございます。ぜひね、今週末お台場に行っていただいて、ですね、皆さんの目で皆さんのこの弾いてみてですね、その感覚的に G ラボのウクレレってこんな感じなんだなってご体感していただいて、もし気に入ったらですね、ゲットも可能ということなので、ぜひよろしくお願いしますと。はい、じゃあ次のね、今開発中のお知らせテーマ、竹です。竹ってなんじゃいということなんですけど、実はですねガズレレ G ラボでは次ね、竹製のウクレレをリリースちょっと考えておるところでございます。これはですねもじゃくんが持ってきた提案してきて、今、実現しようとしているものなんですけど、竹っていうのはですね、結構すごく優れた材質で、竹ってこう細いんですけど、それをギュッと加工している木材なんですけど、それを板状にして、それでウクレレを作ろうと。で、この竹ってじゃあどうやって、木材を手に入れているかというと、なんとベトナムでですね、家族でですね、その竹をこう加工する職業を営んでる方がいまして、そこのところから直接買い付けてるらしいんですけど、本当に竹を取ってきて、こう、自宅工場でこう、
そう加工して木材にしているという、本当ベトナム製の竹なんですよね。それがまたすごくいいということで、試作品が今ちょっとできてるんですけど、まだ残念ながらね、ちょっと弾き心地まではちょっと体験できなかったんですけど、いろいろアイデアが出ました。で、それを見ていたですね、うちの愛するハニーさんが、ものすごいところに、目をつけましてですね、ちょっとこれ見てください。これヘッドの、裏というかトップの裏かの材質なんですけど、面白い木目になってませんか？これちょっと。これどういうことかというと、こういうふうに横になってる竹のこの素材を斜めに切ってる、この断面図なんですね。この柄がすごく可愛いと、うちの奥さんがですね、ちょっと興奮し始めましてですね、確かにそう言われるとすごい可愛いなと言って、この竹を使いながらも、この木目をうまく利用した、グジーラボガズレレならではの可愛いね、竹製のバンブー製ウクレレが、ちょっとこれお届けできたらいいなと思っています。で、この竹っていうのは今ね、どういう意味でも注目されてるかっていうと、SDGs と言われる、この循環型というか、要は、すごくエコ素材なんですよ、竹って。今、木材ってウクレレ使われているような木っていうのはハワイアンコアとかね、ガズレレではハワイアンコアっていう木はね、使用してないんですけれども、すごい希少材になっちゃって、もう世の中から絶滅するんじゃないかっていうぐらいに、やっぱりすごく希少品になってるってことは、やっぱり環境負荷が大きいとも言えると思うんですよね。で、ジェイラボのウクレレっていうのは本当東南アジア、ベトナムですごくたくさん取れる木を使ってるんで、あれなんですけど、それにしてもですね、やっぱりこのエコロジーで循環型の世界を見るとですね、これ竹っていうのはもうニョキニョキ入ってきて、もういくらでも できるっていうことで、それを使ったっていうのはすごくエコロジーで、しかも、モジャクが言うにはですね、すごくこう耐久性がめちゃくちゃあって、音もね、なかなかいいということでございましてですね。Gラボではこのエコロジー素材を使った竹のウクレレすぐこだわって出していきたいということで、今、滅法開発中です。あと、ただのウクレレ、竹のウクレレってんじゃなくて、そのちょっと、さっきも言ったちょっと可愛い感覚とか今までない、ものすごい新感覚を、ちょっと取り入れていこうかなというふうに思ってます。この竹ウクレレ、ぜひ皆さんご注目、しといてください。さあさあ、次はじゃあニュースをちょっと挟ませていただきます。皆さん、この本、皆さんゲットしてくれましたかね。はい、これですよ、カンタ子供と歌おうです。はい、この本がリリースされました、出版されました。Amazon ではですね、カテゴリー別に、3つか4つのカテゴリーでベストセラー第1位を獲得しております。皆さん本当ありがとうございます。でもこの本はめちゃくちゃ本当子供と歌、おじいちゃんおばあちゃんも歌える、童謡もたっぷりですからね、ぜひ一家に一冊よろしくお願いします。そしてこの本の出版を記念しまして、なんと、渋谷のタワーレコードでですね、イベント開催、誰でも参加できる無料、インストアライブイベント開催です。3月12日です。これはですね、どなたでも参加できるんですけれども、ちょっとたくさん来てしまった場合、ちょっとね、いろいろ制約があったりとかするということもありますんで、タワーレコードさんにお問い合わせいただくか、タワーレコードさんでお買い上げいただくとすごくいいと思うんですけど、ちょっと詳細はですね、概要欄にも貼っておきますし、タワーレコードさんにお問い合わせいただくのもいいと思うんですけど、3月12日会いに来てください。めちゃくちゃ盛り上がれますよ。無料参加イベントですからね、お楽しみにしておいてください。じゃあ次のテーマ行きましょう。次のテーマはですね、旅です。はい、旅、今回ベトナムに行くとき旅に出たわけですけれども、 LCC 初めて僕ね、海外に行った、海外の LCC 初めてだった、ベトジェットエアーというところで行ったんですけど、そこではですね、やっぱ LCC なんで荷物のね、制約がありました。で、そこで見ると、ベトジェットエアーの場合は長さが56センチまでということだったんですね。で、うちのハニーさんが持ってる、これは今コンサートモデルですけど、Gラボの、わがままウクレレの普通のソプラノモデルでもですね、こっからここまでの長さってね、55センチぐらいだって結構ギリギリだったんですよね。で、いろいろ調べてみると、他の航空会社さんもいろいろ制約とか、LCC っていっぱいね、機内持ち込みできないからね、55センチとか結構短めのがあって、じゃあこれだと、もしかしてこれでね、海外にウクレレを持っていくのをためらう方もいるかなというふうに思ったわけですよ。で、スーツケースに預ければ、預けられるんですけど、やっぱスーツケースってこう、ぶん投げられたりする可能性もあるから心配じゃないですか。やっぱ手荷物で持っていきたいなってすごく思ったんで、そこで、旅に持ち運べるめちゃくちゃちっちゃい短いね、つまりウクレレ、しかも音は抜群によく薄レレで、要は本当に旅に連れて行けるウクレレ、 LCC どの規格でも大丈夫な、感じのものを開発しようと、今回の旅でひらめきました。
やっぱガズさんもウクレレ持っていくときこれ大きいからダメですよとか機内持ち込みできませんって言われるのすごくヒヤヒヤしながら行った。今回大丈夫でしたけどね、でも LGC に乗った方はね、その大きすぎてダメだったとか重さがオーバーでダメっていう経験された方多いと思うんで、安心して飛行機の機内に持ち込めるウクレレ、つまり旅レレですね、これ開発することになっております。今ね、いろいろもじゃくんがスケッチでいろいろラフなアイデアを書いてきてくれたり、どうしようこうしようアイデアいろいろ出てるところです。これはですね、ガズさんは本当にご利用ししたい。これからやっぱ旅が増えてくると思います。コロちゃんも一回落ち着いてきて、これから世の中どんどん旅に出るっていう風にね、海外とか、まあ、国内線でも LCC ありますからね。 LCC でやっぱ手荷物で持ってきたいという方のニーズ、これはかなりあると思うんですよね。それに普段使いでも普通のリュックサックに入る大きさだったらすごく良くないですか。ウクレレケースじゃなくて普通のトートバッグとかリュックサックにすっぽり入る短いウクレレでも弾き心地は普通のソプラノのウクレレですよ。音も良くってね、それはかなりですね、使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思いました。都内で移動されてる方とかもね、これは最高かなと思って、これもご期待ください。旅レレ、はいはい。じゃあこれが4つ目のお知らせだったわけですけども、ね、じゃあ次のニュース、次のニュースはですね、あ、そう、これがちょっと今日一番大事、はい。いつもガズが使ってるこの G ラボのウクレレたち、ただいま大好評販売と予約受付、オンラインで受付期間中なんです。皆さん、今すぐですねホームページチェックしてください、はい、概要欄にも貼っときますけど、G ラボのウクレレ、販売即販売発送できるものと ご注文いただいて、ちょっと待っていただいてね、お手元にお届けというパターンがあると思うんですけど、その辺のねタイム感覚もホームページの販売ページのところに記載されておりますんで、今月ね2月って28日までしかないんでね、ちょっといつもより期間が短いっていうのもあるんですけど、ぜひ、Gラボのウクレレたち今大好評発売中なんでですね、ホームページチェックよろしくお願いしますというニュースです。さあさあ最後なんですけど、台です台ってなんだってことなんですけど、これはですねウクレレスタンドの話でございます。このウクレレスタンドっていうのはね、実はですね、Gラボガズレレ工場に行った時にやっぱり目につくのは楽器では使われなかった木材がいっぱいあるんですね。で、もじゃくんの話とかも皆さんご存知の方いると思うんですけど、うちの G ラボ工場っていうのはこんなでっかい、もう何メートルっていう大木を買ってきてですね、その中のオートロ部分だけをウクレレに使ってるわけです。本当お刺身の例えっていうのはどうかと思うんですけど、やっぱりね、いい音がする、いい木目があるっていうのは、この大きい木だけでも、やっぱりごく一部の中心部のね、ところだけなんですね。でもこっちの方ってすごく材質もいいんだけど、見た目が悪かったり、やっぱりその楽器で使うにはもうちょっとね、どうかというところがいっぱい出てきちゃうんですけど、それがやっぱりなんかね、いろいろ使える方法ないかなということで試行錯誤してるっていう話が、まあ、前からあってですね。で、ガズもそれを工場に行って、目の当たりにした時に、やっぱりね、これスタンドがいいなと思ったんです。で、スタンドって言っても皆さんどういうウクレレスタンドをイメージされるかわかんないんですけども、私たちがちょっと考えているスタンドっていうのはですね、こう、一本をこう、すごくこう、かっこよく飾れる感じのスタンドにして、で、Gラボガズレレのウクレレって、このペグ見てもらったらわかるように、この後ろに出てるんですね。これちなみにストレートじゃなくて、このギアが入ってるペグですごく回しやすいペグなんですけど、これ見てください。こうやって置けるんですよ。すごくないですか？今まで横のペグだったらできなかった。このね、置き方ができるんですよね。これを考えた新しいアイデア。ちょっと、スケッチがあります。これ、ハニーさんのアイデアなんですけど、こういう感じの、スタンドができればいいなというふうに思ってるんですけど、これ今、漠然とアイデアなんですけど、しかも、僕がこだわってるのは、その質感なんですけど、例えば、ブラックビューティーのウクレレを、Gラブウクレレを買ってくださった方は、この感じのまんまの、黒い、素晴らしく美しい塗装がされて、この G マークとか、この白いバインディングとかもそのスタンドについているんですね。それをここにこう置いておく。ちょっとイメージしてください。すごい良さそうじゃないですか。同じように、ガズモデルだったらガズモデルみたいにこうサンバーストでこういう風にスタンドがあるとすると、このスタンドの方もこの同じ感じ、木目を生かしたサンバーストの塗装で、この G マークがついていると、要は自分が持っているウクレレとすごくこう、なんつうの、ペアリングされたハンドメイドの美しい、すごくこう、なんつうのかな、抱きしめたくなるスタンドを開発したいなと思ったんです。初めてウクレレの方は、あのマットな感じの、あの感じ、あの自分が持っているウクレレの木の感じのまんまのスタンドです。この開発もね、これちょっと、今試行錯誤していきながら進めていこうと思ったんですけど、この結構
構この、そういう質感のスタンドってそういえば見たことないなと思って、これは面白いことになりそうだなと思って今、こっちも開発中でございます。はい。これでですね、すべてのですね、工場で話し合われた、そして今、実際に水面下というか、もうこれで水面下じゃなくなりましたけど、進んでいるプロジェクト、大公開の動画になりました。もう一回確認すると、はい。もう一回テーマ言うよ。銃と、白と、竹と、旅と、大ですね。この5つ、今回、僕がベトナムに行って、気づいて、進めているプロジェクトでございます。このね、進捗状況は、ちょっとね、ベトナムとズームをつないでどうなってるかっていうことも、こう、シリーズでですね、お届けできたらこれ楽しいかなと思います。皆さんも、なんか興味あるウクレレ、これどうなるのかな、これどうなってんだろう、これどうなるんだろう、まあ、コメント欄にもね、質問いただいたりして、それに答えながら、この開発、どんな風に育っていくのか、本当に、皆さん、さんのもの元にねこのものがお届けできるのかそこまで含めてですねお楽しみにしていただければというふうに思います。ちょっとプラスでねガズギターのギターの開発ねお届けしましたけどこっちも進んでますからね。まあ、結局今回のベトナムでいろいろ確認事項がいろいろ増えてまたまた活気づいてる G ラボガズレレでございます。皆さん引き続き、どうぞ G ラボとガズレレのウクレレたち最強最高のウクレレいやーよろしくお願いします。はい。それでは皆さんごきげんよう。またガズレレ YouTube で会いましょう。バイバイ。